はい、一夜やってきました。ちょっと見てもらいましょうか。これはマジでね、コーチングされがいのある試合になりました。おーメンタルくるな、今の試合。サモナーが退場しました。一応、最初に言うと、なんかそんなに途中まで悪くなかったと思うんだけどね。なるほど、なるほど。コラプトをちょっと使いすぎたなっていうとこは気になったけど、割と削ってポーション使わせてたよね。そうね、最初のコラプト飲んだ時はすごい成功したね、ダメージ交換。うん、うんうんこれすごいいい効果だね。もうちょっとコラプト飲むのちょっと早くてもいいかなみたいなのは。あ、なるほど。Q を打つときぐらい。うん、レーニングかなりきつくなったんだよな。初対面本当に相手のレベル3までにある程度はやっぱ削っておきたいから。うんで自分的にはここでそのどうせリディアがガンクくるとかいうわけでもないし、旧レベル2にしちゃう派かな、ここだと自分は、全然いいでもいいと思うけど、試合中にも言ったけどコラプトがなくなったら弱いだけだから、うん、なくなった時にはもう帰る算段をそれなりにつけて置くっていうのが結構重要。はい、もうないからね。うん、ないからね。で、パラッと使いすぎてなかった、多分。でもここで帰るしかなっちゃったんでね。うん、まあ別に CS 自体はそんなに悪くないけどし、別にあの程度のミニオンだったら相手 CS 取るだけで別にそんなに悪いレーンにもなんないだろうから。うん、で、ファーストリコール、マナクリを買いました。でここダークシールも変えたんだな。700ナンバーってグレーシャルの時にさ、もうダークシール本当にいかないようにしたから、うんマナクリだけこれよくある俺。まあでもアーリー死ににくいっていうところはあるから、ダークシール買って後でメジャーにするとか選択肢も一応あるから、まあ、本当にそのわざわざ無理してダークシール買う必要ないけど、余らせるぐらいだったら買っちゃった方がいいかなみたいなところは。レーニングの強さ的にもね、あるかなって感じはしなくてもない。余るぐらいだったら無理に買う必要ないけど。ダークシール変えたっけ？ダークシールね、320円ぐらい余りだったかな。うん、待ってまで買うほどではないかな。まあでもこれマナクリよりかは自分は本買っちゃって、まああとここはあれだね、6レベ変えてこっちが先にリコールしてるから経験値負けてるから下がっちゃうか、もうそのポーションがもともと有利だったから。それの差を生かして相手が6レベル先になる前より自分の方が先にミニオンできるだけ食っちゃってとかできたらよかったけど、まあどっちもしなかったから結構きつかったねって感じが甘えちゃったんだよな。まあポーションあるから正直ちょっとダメージトレードミスりすぎたかな感じはある。装備も1個買ってる状態でコラプト満タンの状態で帰ってきたわけだから。逆にあそこで本買ってたら勝ってたもんね。でどこやってマナクリじゃなくて、ここまず第一分岐点だな、かなりでかい。さっきのとこ、まあ自分も結構マナクリ買ったりはするけど、さすがにちょっと相手がオールインしてきた時に弱すぎるから、メージ相手とかだったらそのウェーブクリア合戦になるから、そう、ね、マナクリでとりあえずウェーブクリアしとかしたら全然別にマナクリも役に立つんだけど、オレンの時にマナ残ってても何も役に立たんし、なんかアサシン相手の時って結構その帰ってコラッと補充してって往復しやすしたりするから、まあこんな方がいいかなって感じはするね。いやマジであそこのこう完成処理とあそこ本だと全然違ったな。ちょっとマナクリ AP ないから弱かった。ウェーブクリアがさすごい俺の中でアーリーってあるから結構マナクリを買っちゃうこと多いんだよね。なんか明治の時になるとウェーブクリア合戦やって別にマナクリでも全然役に立つから、250マナあって3発ぐらい34発ぐらい9打てるようになるわけやから、敵がレンジじゃない場合はあれか、そのオールイン対決とかになっちゃった時にマナ、例えば今みたいなファイトみたいな時に本が1個あったらマナクリじゃなくてダメージ交換が成り立つかもしんないって話だよね。であとこの試合、まあ、1デス目とか、まあ、しょうがないんだけど2デス目とかからはもう味方がもう勝ってくれてるから、その動きもちょっとそれに合わせて際どいところだったらあんま攻めずに、まあ、確定のところだったら攻めた方がいいと思うけどっていう感じでやった方が良かったかなって、このデスの場面はちょっと。この次ねソロキルされちゃうんだよね。まあ味方がもしこの状況であんまり勝ってない状況とかだったら、まあ、トライして死んでもしょうがないかなって感じだけど、いやー今見るとひどい。いや今見るとひどいね。当たっちゃうのとかはしょうがないけど、なんか、まあ、その味方勝ってるとき勝ってないときで意識変えて動いた方が良かったかなって。別にあっこ確定で勝てる場面でもなかったから、まあね、そうね、さらに有利を作ってやろうかなっていう気持ちでさ、動いちゃうんだよな。そっか、そうやな、味方だってカーサスしか育ってない状況で、ブラッドもちょっとうまくいってるけど、でも踊ってたもんな。やっぱ味方が勝ってるか勝ってないかとか、そのまあ試合前とかで OPGG とか見て、その誰が強い人だなとか、誰がそんなになんか慣れてないジャンプ使ってんなこいつこの試合とか、そういうのを見たりなんかそういうソフトあるもんな、簡単に見るやつ。なんだっけ、ブリッツなんとか、あれ入れよっかな。ブリッツなんとか入れてもいいし、まあ、単純に OPGG 試合開始したらとりあえず、今やってる対戦のチャンプの KDA とか試合数とか見れるから、そういうの見てあ味方に強い人いるからちょっと控えめにプレーしようかなとか、まあ、割と自分も考えるかな。なるほど。それはで、ここなんかいきなりライジンが VC に入ってきて、ここの場面は味方が勝ってるから無理する必要ない。あれだね、確定でキル取れるところだ。動画撮りながらね、スタミで味方にいても存在感ないよって時はウェーブをした方がいいよ。それ普通にこれ押してからいっていいの？ウェーブ押した方がいい、絶対。これ押すの？マジか。寄ることによるプラスがほぼない。お前がやっても何も起きないから。ウェーブ押せばゼドがウェーブの処理に行かなくちゃいけなくなって、その間にお前がフリーで動けるタイミングがここでできるから、ここで動けばいい。そうしたらカーサス捕まえられる可能性あるし。なるほど、めちゃめちゃ役に立つじゃん、スマートバイク。びっくらこいちゃった。俺これ夜一択だったもん。自分も割と負けてる時とか押すしかできないからで、それでこの場面終わったらお前らこんな時間にまあ朝の5時とか6時なんだけど頭おかしいよって去ってったな。こんな時間にやってるのイカれてるお前ら俺は寝る。はいありがとう、はい、お前ら頭おかしいよって俺は寝るからじゃあまあで実際その雷神のアドバイスうまくいってカーサスは倒せてって感じになったから、こっちの方が先行してたもんねよりはね。本当に何もできない時はその自分が狙われちゃう時もあるから、まあ、自分が死なない程度にプッシュしてあげてっていうのはやっぱ重要だね。あとこの試合であともう一個ある分岐点がある、分岐点っていうかなんかちょっとあまりにももったいない死に方だなっていうところがあったから。どんな死に方をしたっけや。まあ3列目だから、まあ、その時になったらまた言うよ。ブルーチームがドラゴンを倒しました。ここは覚えてるね。ここ止めたのよかったで、まあ、どっちかというとカーサスに入れてもどうせカーサス知らないからなんか右の方に球投げた方が良かったんじゃないかなって感じはするけど、まあ、どっちにしろまあ何も変わんないんだけど。なるほどむずいな球はそうかチャームだけ打ってね、チャームだけで止めて、まあ、味方のどうせカーサス味方何もダメ出せないから。9打つのは右の方が良かったかな。まあでも何もまあ別に変わんないな。雨やべえぜだろ。なんか自分が気になってんのがなんかちょっとなんかめちゃめちゃチャーム当てに行こうとしすぎてなんか取り返そうとすごいしてるなって感じがしたからなんかもっとなんだろうその考えてっていうか粘り強くっていうかな、どういう意味だ粘り強くか冷静に、自分の身の安全を考えてちょっと焦ってるのがもう明らかに出てる。まあさっきの場面は正直なんかいいフラッシュとかも含めてなんか狙えそうだなって思ってて動いてたと思うんだけど。別にこの場面とかこの場面とか正直ウルトもフラッシュもあるから安全だろうなっていうところでやってたと思ったけど、これかもったいないシーンっていうのはちょっともったいない。別に周りに他にダメージ出せるやつそんなにいないし、なんかリスクの方が勝ってるから別に邪魔する必要すらないと、まあ自分が危ないぐらいだったらって感じで、なんか個人的な負けで焦っちゃってる。レーンで負けてそれを取り返そうとしてるのがチームになんか影響しちゃってる。俺の焦りがチームのタワーが破壊されました。チームに影響してるかどうかは分からんけど、まあその別にチーム負けてるわけじゃないから焦りすぎて死ぬとさらに熱くなっちゃうから、もう負けててどっかでアクションを取らないともうそもそもやばいとかでもうトライするんだったらまあちょっとしょうがないかなって感じするけど、別に傾きまくってるわけじゃないから相手の方にもったいなかったから。焦ってるのか。キリングスプリー。割といい場面が続くよ。こっからはね、こっからなんか慣れてんだよな。グレーシャルが強いあれだよね、時間帯だよね、まさに。そうだね、グレーシャルのアイテムが揃ったタイミングだから、いっちゃんこのためにこのルーン組んでるわけだから。いやー、まあどこを見るとマジでレーニングだな。ゼドがレーニング強いチャンプだから、うん、その中でさっき言ったアーリーなりのカウンターチャンプなりの合格点を見つけるってことだね。うん、あれもゼド対面って本当に手裏剣当たるか当たらないかの、うん、だいぶ変わったから、あ、ちょっと、まあ、運ゲーってわけではないけど、なんか結構試合によって変わっちゃうところはあるけど、ブルーチームのタワーが破壊されました。うん、1回目のリコールの後はちょっともったいなかったね。そうね、そうね、余裕はあったし、反省します。本の方が良かったし、無駄な。まあ、自分的には、まあ、明治相手だったらマナクリの価値は本より、まあ、本よりかはどうかは分からんけど、まあ、上がりやすいけど、足相手とかだったらその差し合いになった時に覚えておきますから有利になるようにって感じで。最悪別にポーション使いまくって無理やりリコールタイミング作るってこともできるし、うんうん、いやでかかったんだけどな。まあでもこっからはないか、別にレーニングだもんな。自分はやっぱレーニングが一番その改善簡単で、ね、明確だと思うから。はい、じゃあこっからはもうダイレクトだ。どうぞダイレクト。これはああ、守れてたな、これ。ゴッドライク。セナよく生きたな。味方がタワーを破壊しました。え、こういう時俺もう絶対ミッドを取るようにしてる。適当に引っ張るんだよ。ナイス。あれって。味方のタワーが破壊されました。味方がタワーを破壊しました。レジェンダリー。シャットダウン。敵を倒しました。あなたのジャンプが破壊されました。頑張って。敵を倒しました。わあ。でこれ死んだかな。よくな。ナイス。見せて。トリプルキル。うわー。なんだ。これストップウォッチ欲しいな。とりあえずスクラットとデドがうまい。これよくな。守れっかなこれ。あーエイスディフィート。はい。そのメレー相手コラプトってちょこちょこコラプトを試した形跡はちょっと見たんだけど、どういう時に試してたの？それこそ忍者が配信でさ、コメントでメレー相手やった方がいいよっていう時だよ。メレー相手にコラプトにするようにしたんだ。うん、した。けどリングの方がプッシュの面だと安定すんのかなと思ってリングにしてた。ああ、正直ドラリンでちょっとうまくいってたっぽかったから、なんか、まあ、コラプトじゃなくてもいいんかなって感じもしなくもなかったけど、自分のおすすめはやっぱコラプトかな。忍者なりに調べてくれて統計で見るとそうだね。うん、とまあ普通に自分やってて、その追い打ち取って血の味わい取らんから、ちょっと体力回復面的にもそっちの方が、ガンク来た時のリカバリーとかも効くし、今回の学んだことをちょっと頭に置きながら、シーズン終わりまではもう1ヶ月切ってるからさ、頑張ってみようと思います。また危なくなったら呼ぶから。いいんじゃ。忍者今マスター上がったやっけ。今グラマスの 38LP ぐらいかな。いいね。なんでそんなロールうまいの？わからん。了解。じゃマジで頑張るわ。持ち直します。ありがとう忍者。助かった。お礼とあげっから頑張って。